シーン1でもやりました、この、不定詞の副詞適用法というふうに学校の先生が言っていることだと思うんですけれども、今日もこの副詞適用法っていうのを習います。で、皆さん副詞適用法とか形容詞適用法とかって言われるとなんか難しいなと思うと思うんですけど、なぜこの to 不定詞っていうのがあるのかっていうと、皆さんは自分がする行為がね、自分の例えば気持ちがそこに向かっていっていることによって、例えば自分が驚いたり嬉しかったりっていう時の日本語の表現を考えてみると、例えば私は友達に会えて嬉しかったっていう言ったとしますよね。で、これ英語にすると日本語と違って嬉しかったっていうのが先に来るので、I'm so happy っていうのを先に言うんですけれども、この後ですよね。ね、日本語にした時のあなたに会えて嬉しかった。これは日本語でも同じなんですけど、あなたに会えてという方向にそのあなたが向かっているというか向いているわけですよね。向いていることによってあなたは嬉しかったという気持ちになったということを伝えているので、この向いている感じがこの to 不定詞って言われるものだっていうふうに考えます。なのでズバリ言うと矢印です。矢印がある方向にあなたが向いていたり、そのことが向いていたりするときに、この to 不定詞っていうのを使っていろんな表現をします。例えばこのペンに向かって、例えば to write on the whiteboard っていう情報が向かっていっている感じ。なので、この名詞を修飾しているっていうのは、This is just like you can say red apples とか、blue hat とか、それから for example a round clock みたいな、この round とか blue とかっていうのは、そう、英語で言うところの形容詞ですね。もう日本語でも形容詞ですけれども、かわいいとか丸いとか、そういうものの感覚と一緒なんです。ただこれは何々をするためのペンっていうふうに、もっとたくさんの情報を付け加えられるのがわかると思うんですよね。これを一言で、この to write on the whiteboard っていうのを 一言で round とか red とかっていうふうに言えない時に、この to っていうものを便利に使って、そして to の後にはこの動詞の原型と言われる一般動詞の、例えば write とか、他にも例えば scissors to cut paper って言えますよね。ハサミは何のためにあるんですか？紙を切るためにあるためのハサミっていうふうに、それもやっぱりこのハサミっていうものに向かって情報が付け加えられている、そういう時に動詞を使いたい場合に、この to っていうのがあると便利だなっていうのが、このまず形容詞適用法っていうのなんですね。で、それからその今これ、ユニット1のシーン1、2でやっているこの副詞適用法っていうのは、その人がね、その子、そういう状態に例えばなっているっていうのは、何にその人が向かっていたからそうなったのかっていうようなところから考えると、例えばそのここにある、シーン1にあった We use computers to do many things。これも私たちがね、使っています。何を？コンピューターを使っている。うん。それがどこに向かっているからそれをしているんですかっていうと、to do many things。多くのことをするためにということになるんですよね。やっぱりこう、向かっている。もしこれ何もなかったら、we use computers。私たちはコンピューターを使っています。ふーんっていう感じですよね。どこに向かってそのコンピューターを使っているのか、どんなことをしたいから使っているのかっていうことが、この向かってというところに入っているんですよね。なので、これを、日本語で言うときに目的だとか、そういう言い方で言います。で、今日やるシーン2の、原因を表す不定詞って言われると、原因っていうと、今さっき言ったように I'm surprised to see this っていうのは、
私は、はあ、びっくりしているっていう状態ですね。I am surprised ですので、今私はびっくりしている。そのびっくりしている私がどこに向かっているから、あなたは今びっくりしているかっていうことを付け加えると、to see this。これを見てっていうふうになります。これが、不定詞の副詞的用法って言われるものですね。はい、to 不定詞の副詞的用法も形容詞的用法も名詞的用法も頭の中でごちゃごちゃになると思うんですけれども、とにかくその to っていうのはそこへ向かっている感じです。向かっているからそれが日本語になった時に目的って言われることも多いし、それから原因って言われることも多いのは、なぜ原因って言われるかっていうと、その前に I'm surprised っていうようなものが来ていれば、その後の、そこへ向かっている、そこへ向かっていたことによって向かっているから私はびっくりしているっていう状況になるので、これを、原因とかね、そういうふうに日本語にした時にはいろんな用法で表すんですけど、そこに向かっているからこそそのセンテンス、私はびっくりしているとかいうことが言える。それからこの We use computers っていうのは、私たちがコンピューターを使っている、使っていることは何に向かっているから使っているのかっていうことを言うと To do many things っていうふうになる。これをだから日本語にするとするためにってなって、目的っていう感じで表現されると思うんですけど、その最初の文章だけを考えたときに、ちょっとなんか足りないなっていう感覚が多分あるんですよね。この We use computers っていうのも、別にまあ私たちはコンピューターを使っていますって言って、うん、そうなんだね、なんでって言いたくなりませんか？そんな感じです。なんでって言いたくなる、そのなんでっていうのが、そのあなたがコンピューターを使っているという行為が何のためにっていうこと、その向かっているわけですよね。次の文章も I'm surprised。 OK? そう、なんでっていう感じありません？私びっくりしてるのっていうふうに誰かお友達が言った時に、そうなんだ、うーん、なんでこの人びっくりしてるんだろうって思う。だからその人が、それはね、 to see this、 これを見て私びっくりしてるのよっていうふうに言われたら、ああなるほどねって聞いた人が思いますよね。そういう情報がこの to 不定詞ね、動詞を後ろからこう持ってこれるすごく便利な言い方っていうふうに考えると、ちょっと不定詞が身近になってくるかなっていうふうに思います。Alright, so let's check the key sentence first. Key sentence 10, I am surprised to see this. とあります。先ほど説明をしたように、この I'm surprised to see this っていうのは、私がまずびっくりしているという状態が先にあって、そしてこのびっくりしている状態が向いているものは何なのかっていうことです。これがさっき言ったように日本語にすると、私びっくりしてるのよっていうことをあなたのお友達が言ったとすると、何に対してっていう気持ちになると思うんですね。この何に対してあなたがびっくりしているのという、この素朴に思う、自然に思う部分がこの to 不定詞っていうので表されると、とてもスムーズにいくので、この文章があります。こういうパターンがあるのはそれでなんですね。私びっくりしてるの。OK。あなたびっくりしてるのね。何に対してっていうので、To see this。これを見てというのが後ろから来ている。とっても便利です。これがなかったら困ってしまうでしょ。ね、なんでなんだろう。なんでこの人は何に対してびっくりしてるんだろうって、ずっとこうクエスチョンがね、思ったままになってしまうので、そこを補足してくれるのが、この、to 不定詞というのに。